日本鹿児島県市菊木野市大里大里は、鹿児島県市菊木野市の大和、旧日置郡市木郷大里村、日置郡西白井村大和、大里、日置郡市木町、大里。郵便番号は899-2103。市菊木野市の南部、大里川の下流域に位置しており、地域は旧市木町区域の南半分を占める。大里川流域は、 平野部となっており、多くの水田がある。阿佐駅の北方には港町、南方から東方には、日置市東市基町湯田東方には川上が接しており、西方には東、品海が面している。西部を南北に国道3号が通っており、それに沿って鹿児島本線が通っている。阿佐駅内には市木駅が所在しており、 国道3号の一木駅入り口交差点から一木駅方面に鹿児島県道307号一木停車乗船が通る。また、港町にある一木農芸高校前交差点で国道3号から南方に分岐する国道270号が海岸線に沿って南北に通っている。中央部には国道270号のバイパスが通っており、日置市東一木町伊沢区田で合流している。 また、東部の日置市との境界線上を南九州西回り自動車道が南北に通っており、一木インターチェンジがある。教育施設は北端に、一木式の市立一木中学校があり隣接して、一木式の市立一木小学校がある。大里という地名は、南北長期より見え、薩摩国市ラインのうちであった。大安五年の一木市関係文書には、大里村と見える。 江戸期には、薩摩国日避避具一木里のうちであり、村高は、天保豪町では3201国余り、急行給料では2445国余りであった。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、一期号のうち港町、港村、川上村及び大里村の区域より西一来村が成立し、江戸期の大里村は、西一来村の大ざ。 大里となった。1930年に西市来村が調整志向及び改名をし、市木町の大技となった。2005年10月11日には、市木町が串木野市と合併し、市木串木野市の大技、大里となった。市木大里郵便局私立小中学校の学区は以下の通りである。市木インターチェンジ。ありがとうございます。